服いつもと服装が違うように見えるかな。いつもこんなん着いひんやん。まあ分かれへんけどぽくないやん。プチプラのものだけでちょっと服を組んでみたんで、まあ基本そんなめちゃめちゃ高い服は着いひんねんけど、ほんまにお手軽なブランドでコーデをちょっと組んでみたので見てください。メインはフィフスが多いねんけど、プラスで GU とかユニクロ入れてみたりみたいな感じでコーデ組みました。でもフィフス自体がちょっと大人っぽい女の子っぽい服装が多いから、ちょっといつもと違う感じに見えるかも。ロング久々すぎて違和感あるわ。撮影とかの都合があってロングにしました。まあ一瞬で終わんねんけど、どっからせ、ちょっと佐川くんのカメラ借りてるからいつもと違うかも。6体6個組みました。まず1日目パイプ、パイプ1日目こちらでございます。じゃん。ワンピースは髪の毛がロングやと重く感じるからまとめます。1個目、と大人っぽい。確かに普段そんな着ないから新鮮。スウェットやから着やすい、裏肝やしあったかい。インナーというかタートルネックみたいなユニクロで、このワンピースがフィフスで、このバッグもフィフス。このブーツがスライのやつ、ちょっと大人っぽくしてみました。っていうかこのコーデをしてる人がいたのでちょっと真似してみました、インスタで。このワンピースがほんまにゆったり着やすい感じになってるから、なんか細いベルトでここキュッてしてもなんかスタイルアップにして見えるかなって思った。自分はキュッてするのちょっと苦しいなって思ったから、なんかこれあれだけでちょっと綺麗に見える気がしたので1着目はこれです。どうですか、ふくみさん。難しいことしてないのにちゃんとしてるように見える。このワンピースも形シルエットなんか下がマーメイドっぽくなってて綺麗だね。次悩みどころです。2つ目、どっちがいいと思う。そのスタイルありじゃない。2着目、じゃん。今年めっちゃこういう長いの着てるわ、楽ちんやねん。トップスはさっきのやつ、中に着てたユニクロの着回しで、このパンツがフィフスの、スニーカーがナイキのエアフォースワンで、コートもフィフスのやつ。さっきのブーツ履こうかなと思ったけど、自分にはちょっと大人っぽすぎるかなと思ってスニーカーにした。楽、めっちゃ楽。このパンツ全部なんかゴムになってるから見て、すごっ、めっちゃ伸びる。まあでもここギュッてしてても可愛いかなと思うけど、私は開けますね。コートなんか大人っぽくなりすぎるから、自分はカジュアルに着たいから、こういうスニーカーとかドラクチーなパンツで合わせることが多い。ブーツでも可愛いけど、ちょっと大人っぽすぎる自分には。長いコート今年は自分の中で流行ってる。今年ロングコートもこれ合わせて4つ目。うわ、これめっちゃお団子したいけど毛足らへん。お団子やったらガーリー好き。ガーリック。こんな感じです。え、可愛いくない？いいね、大人っぽいかも。何でも似合うよ。お、は、あ、このニットもスカートもフィフスのやつで、ブーツはスライのやつで、バッグがマルジェラのやつ。いや、これかわいい。ここちょっとギュッてなってて中にふわってなるからめっちゃ綺麗。え、こういうスカート欲しかってんの。え、可愛すぎるかなって悩んでたけど、意外と大きめのサイズのスウェットとか着ても可愛いなと思った。お気に入り、こんな感じ。え、でもこのスカートマジで使える。しかもこれもなんかゴムやから楽やった。ゆうかちゃんがスカート履くのが珍しいのか。スカートマジで履かへんな。このニットの形めっちゃいい。まるってなる。え、マジ姉やん。姉パスタ丁寧に食いそう。味あるぐらいの具材上ちょんって、ちょっとしか乗ってないやつ。でもそういう人の真似を自分はしちゃう。そういう暮らし。首元がこうしても見えへんし、でもなんかスッキリしてるからめっちゃいい。次何？デニム着ても可愛いわ。これ使いやすい。3つ目、こんなん持ってるやんって自分に言いたい。ちょっとカジュアルやから、バッグを肩からかけるっていうよりかは照れます。あ、いいじゃん。いつも通りこういうのめっちゃすぐ買っちゃう。丈もちょっとショート丈っぽくて可愛いし、これニットとセットなってんねんけど可愛い。デニムがユニクロ U で、このニットとキャミのセットがフィフスで、スニーカーがナイキのエアフォースワンで、このバッグがフィフス。丈1個で目で肩からかけたやつ、いつもするような感じのコーデ。ブーツとかでもいいけど、自分はちょっとスニーカーかな。でもなんかこのトップスの色が落ち着いてるから、そんななんかカジュアルすぎひんかも。珍しくコンタクトつけてないから顔の印象が違うかも。リップもちょっと薄いし。一緒やん、さっきと。何が違うみたいな感じになっちゃった。やっぱこういう服選びがちやねん。スニーカーがナイキで、デニムがユニクロ U で、キャミがさっき着てたやつのやつ借りた。で、トップスがフィフス、緑のやつ。ロンティー着てこうやってやっても可愛いかなって思ったけどさ、ちょっと普段着るんやったら羽織るかなと思ってこっちにしました。ちょっとなんかタスキっぽくなっちゃった。ロンティーやったら可愛いね、これきっと。うん。
でも緑ってなんか結構差し色になるかなと思って、デニムと緑の組み合わせ好きだから。デニムに緑に白のスニーカーとかマジで可愛いやん。今年は緑だよ。そうなん、うん、今年は緑、今年は緑らしいので私は緑にしました。さっきはちょっとトップスがなんか繊細系のニットやったから女性っぽかったけど、こういうパキッとした色やからねストリートっぽい感じです。一人でベラベラ独り言言ってたのに撮ってなかった。うん、めちゃめちゃ独り言喋ってた。最後このスカートがなんか形が独特で可愛くて買いました。珍しいそれ。うん、でもなんか綺麗くない形、細い部分しか見えへんくなってるからいいなと思って買った。このスカートがフィフスのやつで、このバッグもフィフスで、このショートタックのニットが GU で、このスニーカーはナイキ。ロングブーツでも可愛いと思うけどな、どっちの方がいい。ちょっと真っ黒すぎかなと思って。ああ、なるほどね。確かにけど、スニーカーの方がゆうかちゃんっぽい。まあでもバッグを白にしてもいいし、編み上げのブーツとかロングブーツとかだったら可愛いかもしれない。このスカートいいんちゃう？プチプラに見えへん。ということで、6体来ました。あっつ、床暖ガンガンにして冬服着てたらめちゃめちゃ暑い。クリキン。なんかまあ GU とユニクロはまあもちろん安いねんけど、フィフスもプチプラファッションやけど、クーポンとか使ったらもっと安くゲットできるから、結構全体的にめちゃめちゃ安いコーデになったかなって思います。後ろにブーツがあるのは気にしないでください。かわいい。いつもこれやってんねんけど、なんかいつもよりちょっと大人っぽいコーデやったけど、なんか割と新鮮やったかも。着たお洋服全部なんか一つの URL にまとめてなんか作ってくれたから、それを概要欄に貼ってるのでよかったら見てください。なんかサイトで見やすくしてくれたのでよかったら見てください。最後までご視聴ありがとうございました。ファッション系なあんまり普段やってないねんけど、またなんかやりたいと思います。あ、バイバイ。